南郷茂将7月1日から1938年7月18日は、日本の海軍軍人、海兵55期、死な事変における、撃墜用。戦死による一階級昇進で、最終階級は、海軍少佐1906年7月1日、広島県秋群江田島村で当時、海軍兵学校幹事の父。 南京次郎少佐の長男として生まれる。本籍は東京府。性格は豪快で人懐っこく頭脳明晰。体格は大きくなかったが、幼少から柔道に上達した威力は優れていた。祖父に元老院議官で海軍商校官の南郷重光がいる。弟に太平洋戦争のニューギニアの戦いで活躍し、ニューギニアは南郷で持つと称えられた。 陸軍飛行第59戦隊、第2中隊長として、有名な撃墜用の南郷茂雄がいる。その後東京府に移り住み、西南小学校、学習院初等科、学習院中等科、急成高等科を経て1924年4月、海軍兵学校に55期生として入学。学習院時代の同期に、西郷吉之助らがいた。 1927年3月28日卒業、商位候補生。1928年10月、海軍商位に任官。12月、戦艦、長と乗組。1929年1月、従順、過去乗組。11月、軽順、大井乗組。1930年10月、走行巡洋艦、出雲乗組。12月、 海軍注意。1931年8月、第7潜水隊付け。1931年12月、第22期飛行学生を拝命、学生長を務める。教官は、現田ミノル隊員。霞ヶ浦海軍航空隊で共に訓練を受けた第17期、操縦練習生に、赤松貞明がいる。1932年11月に終了。12月、 縦山海軍航空隊付け。1933年4月、空母、赤木乗組。横須賀の射撃訓練で、南郷と海上を飛行する英敵の吹き流しへの射撃で、南郷が列機の赤松に、どっちが多く当てるか競争しようと言って競い、初日は南郷が勝ち、赤松は、パイナップルの缶詰二つを交わされた。翌日は赤松から競争を申し込まれ、 今度は赤松が勝った。南郷は横須賀の町で人形を買って送った。赤松の家庭ではちょうどその頃娘が生まれたばかりだった。赤松は嬉しく思い、その人形を家でずっと大切にしていた。1933年11月海軍大位に進級。1934年11月、横須賀海軍航空隊付け。 第2次ロンドン海軍軍縮会議の予備交渉全権代表山本56海軍中将に対し打ち切りが指示された直後の1935年2月英国大使館付部官補佐官拝命1937年2月帰国7月横須賀海軍航空隊分隊長同月大分海軍航空隊分隊長8月 木更津海軍航空隊分隊長。中国戦線の安計飛行場指揮所にて1937年10月、第13航空隊分隊長。島事変のため、上海に進出。10月下旬、安計攻撃の木と燃料パイプが破損し、操縦石油からガソリンが気化噴出していた。南号は消血を片手親指で刺し塞ぎ。 機外の周囲が見えない体をかがめた状態で1時間の軽機飛行操縦を続け、上海高大の基地へ無事帰投した。12月2日には、海軍96式艦上戦闘機6機で南京へと進撃、迎撃に上がったソ連空軍士官隊戦闘機、約20数機と空中戦を実施、新 AI-16 型追撃機13機撃墜を報告する。 内郷隊はシナ方面艦隊長官、及川小四郎中将から部隊勘定を授与された。1937年12月、空母、総流分隊長。1938年3月、総流飛行隊長。内地に帰還して訓練にあたり、また後続へ空中戦に関する講演も行った。総流飛行隊は、 1938年4月25日、中国戦線の安喜びに派遣される。総流戦闘機体は最前線で着任早々から、全員が、睡眠不足、食事、下痢、血便で体調を崩し、苦しみながら、戦闘を続けた。同年6月、第10号航空隊が新設され進出してきた時、総流戦闘機体搭乗員たちの大部分はそのまま。 現地で新設の第15航空隊に編入。6月25日、第15航空隊飛行隊長を着任。第12航空隊とは違い、15空の戦闘機、機材は新型機96式艦船の生産が間に合わず、旧式の95式艦上戦闘機との混成だった。 1938年7月18日6時、松本真実少佐の指揮の下、自身が率いる、艦船5機、艦爆14、艦航5機と共に、案慶を発し、南章の西雲婦飛行場、漏栄防飛行場攻撃に向かう。1時間後、洋湖上空にて迎撃に上がったソ連、空軍志願隊のポリカルポフ I-15 ビスト、I-16。 および、中国空軍第5大隊、第28中隊のグロスターグラディエーターと交戦し、I-15 ビス1機を撃墜。しかし墜落するバレンティン・デュードノフ少尉登場の I-15 ビスと衝突して、湖に墜落、戦死した。去年33歳、海軍少佐に独身。その死は、山本56をはじめとして、内外の多くの人々に惜しまれた。 軍神南郷茂将として報じられ、国内で有名になった。ABC な事変実機12週コマ85、南郷茂大隊は、青山青南小学校、学部衆院中等科を伏って、海軍兵学校第55期生、昨衆南市空の戦線に従軍以来、南京をはじめ、敵空軍基地を空襲すること数10回、海空軍の表しの中でも、 岡村元春少佐、源田少佐、野村大尉と共に四天王と呼ばれるいたり、宝の名パイロット、格格たる武勲の巣を斬しているが、中でも、昨週11月、安慶に、最初の遠距離空襲を観光、敵機と強し烈な空中戦を演じ、タンクのパイプを破壊されながら、左手に操縦かにを握り、右手にパイプを押さえての離れ技で、 奇跡的に生還し、同12月2日、南京城外大港飛行場の上空で、移住6型追撃機30数機の大変態の、また田中に、機下6機と共に完全突入、果敢なる、大空中戦を展開し13機を芝叩く間に、撃墜、ソ連が、世界に誇る新機を最初に言おとした海の、表しとしての栄え誉れに輝いた。また、 去る三日の安喜びの大回戦には、古尺にも安喜びにくるがさねした、敵機四機の中三機を撃墜、落下山で飛び出した、敵登場員の落下山の紐を木の翼端に引きつかけたが、紐が切れて、敵登場者は墜落、やむなく落下山を敵の支給代わりに持ち帰ったことも、今は、同体位の勇猛の語り草になったのである。 加藤武雄国立国会図書館デジタルコレクション南郷茂章を佐、愛国物語新庁者新日本少年少女文庫第3編1941年218ページ h t t p s d e s c h i t t l e n d l g o j p スラッシュインフォ ndljp ピッド1262979 116、国立国会図書館デジタルコレクション。太平洋戦争実践ノートトラトラトラ、ハット ABCDE 旗、伊沢二2011、P112、旗、伊沢二2011、P168、横山田持つ、r 0千1台、横山田持つ、r 0千1台、防衛庁防衛研修所選手室中国方面海軍作戦昭和十三年四月以降、 朝雲新聞社、戦士総書79、1975年、71ページ。1936から1953、2019年7月6日、閲覧。15空気密第32号の47月18日、南昌空襲戦闘商法第15航空隊。ジャカレフ、C141 億2037万2900。 観光攻略作戦第十五航空大戦と外報、等、昭和十三二千十九年七月六日閲覧。レーモンドーちゃん、エーセス・オブ・ザ・リパブリック・オブ・チャイナ・エアー・フォース、オスプレイ・パブリッシング、ピアニッシモ、三十二 i s b n 九百七十八から一から4 7 2 8 0五六一四シナジ変実記十二週コマ八十四の八十五。写真は、南合体。ありがとうございます。